日本製鉄関西製鉄所和歌山、地区地図日本製鉄関西製鉄所和歌山地区は、日本製鉄関西製鉄所の一部であり、和歌山県和歌山市と海南市の臨海部、大阪府堺市堺区にある、日本製鉄の図区港一貫製鉄所。さらに、和歌山地区、和歌山地区、和歌山地区に分かれている。交換、交換をはじめとする高付加価値の鉄鋼製品と、 公判素材を国内及び世界各地に送り出している。従業員数は3045人。2020年4月1日に和歌山製鉄所が天笠崎製造所及び成功所と統合して日本製鉄関西製鉄所和歌山地区となったもの。日本製鉄関西製鉄所和歌山地区正門1942年に住友金属工業和歌山製鉄所として 創業開始。第一航路が完成した1961年に、鉄鋼一貫体制が確立して、現在に至っている。鹿島製鉄所が完成するまで、同社の主力製鉄所として機能し、2年ごとに航路を新設して、生産量を拡大してきた。ピーク時の1970年には、航路5機で約920万トンを生産し、和歌山市経済の象徴であった。 旧住金の関連会社は3万人もの社員を抱えており、和歌山市は全国有数の企業城下町と言われた。1970年以降、鹿島製鉄所への生産集約や、需要低迷により断続的に減産が行われた。その結果、1990年代以降は、航路に期待制となり、 生産量も1998年には約270万トンまで落ち込んだ。この時期には航路などの設備の老朽化が進み、設備投資が行われなければ合理化による航路閉鎖の可能性もあった。この状況下で中国の経済成長などによる鉄鋼需要の大幅な増加を受けて航路を新設し、老朽化した航路を停止するスクラップビルドの方針が打ち出され、 2000年代以降新航路の建設が続けて行われた。これらの経緯を経て、現在も旧住木側の主力製鉄所として機能している。2020年2月、米中貿易摩擦による景気悪化などを背景に、関西製鉄所和歌山地区の航路1基を休止することが決定された。1961年、八幡製鉄の製鉄所として発足した。 同年創業を開始したのが傾向を圧延する大型工場で現在残る唯一の工場でもある。1965年には航路が完成し、図工一貫体制が確立した。1970年の新日鉄発足に伴い、同社堺製鉄所となる。1980年代に入ると設備の縮小が相次ぎ、 1984年には2機あった航路が1機のみとなり、翌1985年には熱炎鋼板の生産も終了した。1990年には航路と成功部門が休止し、筑工港一貫製鉄所から蛍光の圧煙工場へと縮小した。大型蛍光の生産拠点であり、H 蛍光や造船用山形港、鋼や板などを生産している。 製鉄所構内には日本製鉄グループの大阪製鉄境工場があり、同工場では電気炉によって成功作業が行われている。事業の縮小で生じた航路、電料ヤード等の跡地は再開発され、企業の工場や物流拠点が新たに立っている。第4航路1967年3月の日入れ後、数字の改修を経て、 新第一航路が稼働した2009年まで使用された。3次改修後の火入れ以降、2009年7月11日の吹き雨まで連続1万1日稼働し、世界最長を記録した。口述の通り、この記録は後に更新されている。製鉄所のシンボルである航路は、一度火入れをすれば、摂氏2000度にも達する高温状態を維持し続けなければならず。 その分痛みも激しいため定期的に大規模な改修工事が必要となる。24時間体制で創業する巨大設備である航路において世界一の長寿を達成したのが和歌山製鉄所の第四航路である。当初、第四航路の3次改修では改修後7年間稼働させる計画であったが定期的な延命診断と必要に応じた補修を行い、 航路の稼働継続を可能にする新たな設備、創業技術を開発することで世界記録を達成した。想定の3倍を超える稼働を可能にしたのは常時15名程度の横断チームが行っている地道な工夫があり、これら数々の技術は国内外の鉄鋼会社に供与され多くの航路の稼働に数延長に甚大なる貢献をしている。また、細かいメンテナンスの結果、 25年以上連続して安定稼働させたことが評価され、本航路は第4回日系ものづくり大賞を受賞した。第5航路1988年2月22日に第3次ヒーレを行って、以来2019年1月18日まで吹きやめをせずに創業を継続した。2015年7月11日に第3次ヒーレからの連続創業が12日に、 達し、第4航路の作った記録を更新した。この時点で、世界記録は、ベルギーのアルセロールミッタルツバロン製鉄所、第1航路が1983年11月30日から2012年4月17日まで、創業した1367日に更新されて、いたが、2016年7月に、これを更新している。口述の新、 第2航路の火入れに伴い2019年1月18日をもって吹き雨となり、連続創業日数記録は1万1289日で終止符が打たれた。新第一航路第4航路に変わる形で建設され、2009年7月17日に火入れされた。容積は3700立方メートルで、総工費は510億円である。 本航路建設前の和歌山製鉄所の素航生産能力は年間約400万トン規模であり工事完了後の2009年度から年間生産量を約450万トンに増やす計画とされた増産分はスラブと呼ばれる薄い材料の半製品で日本製鉄グループを中心に供給されている新第二航路二千七年十月三十日に新たに 総工費約900億円を投資して、和歌山製鉄所に新第二航路を建設して、新第二航路で第五航路を更新するとともに、成功設備の増強を実施することが発表された。当時の発表では、2012年度後半には、新第一航路と新第二航路に期待制となり、和歌山製鉄所における普通工の素航生産量は、 年産500万トン体制となるとされていた。しかし、国内の鉄鋼需要が頭打ちであることや、東アジアでの競争激化を理由に、2013年3月に、新・第2航路の稼働を当面延期し、新第1航路と第5航路の体制を継続することが発表された。総工費については、2013年1月の報道では、約1150億円とされている。 2015年3月に新日鉄住金が発表した新中期経営計画では現在稼働している第5航路から新第2航路への切り替え事前準備を開始する稼働時期は需要動向を踏まえて判断するとされていた2019年2月15日に第2航路の稼働が始まり年産500万トン以上の生産を見込んでいる新第1航路と新 第2航路は、サイズや仕様などが同じ航路となり、予備の部品や操業ノウハウを共有することにより、安定操業とコスト削減を目指している。成功工場部門では、高級鋼板の素材となる、高品質スラブの連続鋳造機を増設して、フル操業体制とすることになっている。和歌山地区、和歌山地区では、パイプの住金の意味を取るなど、旧住金の強みである、 シームレスパイプを生産している。和歌山産のシームレスパイプは、指定深くから原油を組み上げる最新の油性管に採用されており、世界シェアは80%に達する。旧住金では、後半部の拠点であった鹿島に対し、後半部の拠点となっていた。和歌山地区では、H 蛍光、ハイパービームなど建材、土木、港湾用の大型蛍光を中心に製造している。 また、1949年以来、日本国内で、鉄道車両の車輪と車軸を唯一生産している、旧住金の工業交通産機品カンパニーに、対しては、和歌山地区の航路で、連続駐造した鉄を供給している。和歌山平野を流れる木の川川口北側に広がる、臨海部の埋め立て地などに立地している。かつては、木の川河口から、北側は、 砂浜が二里続いていた。そのためにりが浜と呼ばれていたが、埋め立てによりその裏として一部が残るのみとなっており、大部分は同性鉄所用地となっている。また、同性鉄所の沖合の和歌山湾内には約176ヘクタールの埋め立て地が存在している。本来は瀬戸内海環境保全特別措置法で埋め立てを制限されている場所だが、 製鉄所の公害対策等の理由で例外的に埋め立てられた。しかし、同製鉄所は段階的に航路を減らしたため移転計画は中止となり埋め立て地だけが残っている。埋め立て地には関西電力の LNG 火力発電所の建設等が計画されているが数度にわたる運転開始時期延期により目処は立っていない。和歌山県立医科大学に対して 建物を寄贈することが発表されている。旧住金が研修医の教育施設などに活用する目的の地域医療推進センターを建設し寄贈する。地域医療推進センターは2009年度中に同大学の付属病院の隣接地に建設する延べ床面積約3000平方メートルの建物で建設費用の約10億円を全額負担する。同医大は 地域の医師不足対策から県立医科大学の定員が2008年度から25人増員する計画で2008年度中に建設する新教育胸とともに地域医療に携わる人材確保や技能向上に利用される予定である。ありがとうございます。